おはようございます。釣り子 TV です。これ、バカでっかいでしょ。デプスのね、ウェブメンバーズのブルシューター。ね。これ、でもね、去年ぐらいに出たモデルなんですよね。これが欲しくてですね、今年、ウェブメンバー入ったんですけども、やっぱりね、年によってその、出るルアーとか変わってくるんで、どうやらですね今年はこれ出なそうなんで、ネットで探してですね、買っちゃいました。というわけでずっと欲しかったね、結構バカでかいルアー、これを開封していこうかなって思うんですけども、こんな感じでね、ウェブメンバー専用のパッケージに入って、届くルアーということで、じゃあね早速開けていきたいと思います。でね、今回ね、メルカリね、メルカリで探したら新品未使用のものがですね、ほぼほぼ定価で出品されていて、今便利ですね。ポチッとなってするとこうすぐ届いちゃったりするわけなんですが、はい、でんでん、お、よいしょ、来た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 、おーおーおーおおお、よいしょ、じゃじゃーん、これブルシューターのこの白カラーね、これがねもうね、どうしても欲しくて欲しくてですね、ちょっともう無理かなと思ったんですけども、いろいろとネットを巡回していたら一つ買うことができましたよ。あ、これね使ってないんじゃないかな、新品未使用みたいな感じじゃないかなと思う。すごい綺麗なんですよね。でちょっとね、ネットで写真で見てるとわからなかったんですけど、こうね、この白カラーなんですけど、表面がちょっとオーロラ処理というか、このちょっと紫がかったこの感じね、すんごいこれはね綺麗に塗られてますね。うわー、ずっしりね、さすがオリジナルサイズっていう感じでね、これで何に使うかっていうと、まあもちろんね、チャンスがあればブラックバスとかでも、投げていくんですけども、この白カラーっていうことで、この白食いのね鈴木に向けてパチコーンとね投げていきたいなと思って、一つね買ってみました。カラーをねこんだけ寄せていったら、思わずねシーバス、でっかいやつね、ランカーシーバスなんかが食いついてくれるんじゃないかなと思いまして、一つ買ってみましたよ。こんな感じ、まあね顔周りはこういう感じで、平坦なボディがこう横にぐねん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 と動いて、でね、まあジョイクロとかジョイクロマグナムでねよく狙っているんで、あれがこうすごい綺麗に S 字ね、スラローム描いて、でたまにピッピッって動かしてやるんですけども、結構ね今年やっていて、ピッピッってねこうね、ジャーキング入れた時にすごいねよく食いついてくれるなっていう感触があって、でこれのね、ブルシューターの手持ちでもね190と、まあ、160とかねいくつか持っているんでやってるんですけども、釣れそうな動きだな。でもねまだね今年1匹も釣ってないんですよ。んでもってこの白カラーがあるってね知って、ずっと探していたんですけども、まあ、アクションはね間違いないんで、これでこの白の群れの中にこうゴツ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 とねぶつけていって、ここぞっていう時にダンダンってこうね、結構ね細かいこういう、その大きくっていうよりも細かくね、ちょこまかちょこまかとピタンピタンとこの城を叩いてくれるんじゃないかなと思って、でそれでこう群れがパッと散った瞬間とかに真ん中にこれがズドーンといたらね、思わずねでっかいシーバスも食いついてくれるんじゃないかなということで、もうね、だいぶ寒い時期になってきましたけども、このタイミングで、一つ新規でですね、買ってみました。というわけで、まあ重さね、これね重さ測っておきたいと思います。はい、
じゃあね、デプスのね、ウェーブメンバー限定の、ブルシューターのね、オリジナルサイズ、これは何グラムでしょうか。来ましたね、 179.4 って出てますけども、およそ 180g ぐらいあるんですよね。これがね、なかなか重くて、このでも重くて身が詰まってるこそなんか本物っぽいなーなんて思って食いついてくれる、シーバスバスいるんじゃないかなっていうことで、ね、これまあちょっとね、今年中に超過出せるかな、まだね何回かちょっとシーバスチャレンジしてみようと思うんでね。で、あと三島湖とか行くとね、以前大きなギルっぽいシルエットのルアー有効、まあ最後に行った時もスイムベイトだけどギルっぽいバームで釣れたりしたんで、まだまだねチャンスがあればね、どんどん投げていこうかななんて思うんですけど、ちょうど今手元にお前買った根こそギルがいるんだ。こうね、根こそギルもまあそんなちっちゃいルアーじゃないんだけども、ね、比べるとやっぱりもう大人と子供ぐらいこのね違いがあるんだ。やっぱね、こういうのね、普段から頑張ってね投げていると、なんかね、ここら辺の以前はすっごいでかいなって感じたルアーが比較的ね、比較的なんか気持ち軽やかに投げれるようになるんで、そんな感じでね、まあちょっと心の鍛錬も含めてこれはね、頑張って投げていこうかななんていうふうに思うんですけども、まあ動きなんかもね、ちょっとね、海の水で住んでいたりしたらどうやって動くかなんかね、ご案内できればなとは思うんですけども、まあこれとりあえずね、180g ぐらいあるから、ちょっと今のところね、アウトサイダーのでんごつい竿で投げようかななんて思ってるんですけども、最近ね、この手のちょっと重めの 200g 近いとかね、そういったねルアー、まあメガドックなんかがちょっと軽く感じるようになってきたんですよね。あれ 130g ぐらいあったかな、なんかすごい重めのペンシルなんですけども、ここら辺のバラムであるとか、あとはこのね、ブルシューターであるとか、ここら辺を頑張って投げてると、あとはそうですね、ジョインテッドクローマグナムとかね、だいぶね、体がちょっとずつ慣れてきたかなっていう感じなんで、肩が出来上がった暁にはね、尺腕ね、あんなやつ買ったりして、で、この前ですね、奥村社長のツイッターを見ていたら、ギラギラ攻撃についに目処が立ち始めたなんていう、そんな感じのね、書き込みがあってね、本当はね、今年ぐらいもしギラギラ攻撃なんか出たら、ギラギラと攻撃したかったんですけども、まだね、市場には登場していないんで、ここら辺のね、大きいのを投げて、そういったね、でんごついデプスのギラギラ攻撃とか、あとねコードネームバスとかもありますよね。ああいったの、投げれるようにね、ちょっと肩を作っておこうかななんて思って一つ買ってみました。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちらね、デプスウェーブメンバーズの限定カラーのね、ブルシューターのこの白カラー、これを一つ買ってみたい、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。